美容室あるあるブロー編。分け目って大体このパッカリと分かれるところへんで大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、いや分け目確かにいつもはここだけど、なんかちょっと変えたいし、ちょっと他になんか提案してくれると嬉しいな。美容室あるあるブロー編。シャンプー後にね、乾かしてると多分眠たくはなると思うねんけど、でもこれで寝すぎて頭ガンガン動かされすぎるとちょっとやけどの心配もあるから怖いな。美容室あるあるブロー編。携帯見るのはいいねんけど、前髪乾かしてる時だけは下向かれると癖がわからなかったりするから結構やめてほしいな。美容室あるあるブロー編。いつもドライヤーは何を使われてるんですか？あ、すいません。ドライヤーは何を使われてるんですか？あ、ドライヤーなんか飲みやすいやつ使ってます、うん、あ、そうなんですね、はい、ちゃんと乾かしますか？また日でした。ちゃんと乾かしますか？あ、乾かせます。すいません。いやー、いっぱい話してくれるのすっごい嬉しいけど、正直あんまり聞こえない。美容室あるあるブロー編。大丈夫ですか？大丈夫です。いや、頭触りたいのはね、なんか仕上がりでわかんねんけど、触られすぎるとドライヤーかけられへんねんな。美容室あるあるブロー編。ブローやっていきますね。ブローをするときに頭ちょっとついてくるっていうのはなんかわかんないけど、あんまりにもついてこられるとブローが綺麗にできないんだよね。はい、ということで今回はブロー編ということでちょっとお送りさせてもらったんですけど、はい、やっぱこれもね、美容師側の言い分、お客様側からの言い分みたいなのがあるんで、まあ、気になるとこお互いでちょっと出し合って今日もやらせてもらったんですけど、はい、まず分け目、はい、あれ結構やっぱ難しいですよね。いつもここっていうのはあるんですけど、美容室に来たからこそ、うん、新たな自分というか新たな髪型トライしてみたいなっていうのはあったりするんで、なるほど、美容師さんの方から提案していただけると嬉しいなっていうのは正直あります。やっぱ美容室来るとちょっとなんかアップデートしたいというか、はい、なんかこう新たな発見があって帰るっていうことですよね、はい、そうですね。ここら辺はね、まあ、美容師さん多分考えてると思うんですけど、うんうん、やっぱなんかこう
こだわりあるんじゃないかなって、美容師さんの言い分っていうと、やっぱこの方はここじゃないとっていうこだわりがあるんかなと思ってやるパターンもあるんで、なるほど、まあ、その辺ちょっとこう、うまいこと距離感をしっかりとね、お客様との距離感をしっかり保った上で聞くのも多分ベストかなと思うので、そこら辺ちょっとやっていった方がいいかなっていう感じですね。下を向く、僕から言うとこう下向きな、はい、携帯とかやっぱよく打たれるんであれなんですけど、前髪とか特に乾かしてるとか、はいはい、そういう時にこう前髪の癖だったりとか、こう生え癖とかあるじゃないですか、はいはい、分かれるとかで、その辺とかをこう直した時にあんまり下にを向かれるとこれちゃんと治ってんのかなっていうのがちょっとあるので、だから若干こう前髪とかを乾かしてる時とかはちょっとだけこう起こしてもらえたりとか、はいはいはい、まあ他のとこ乾かせばいいんですけど、なんか前髪を乾かしてだし、いきなり携帯見る時もあるので、そうそう、だからそういう時はちょっとあの皆さんの前髪の時は顔ちょっと上げてもらって、他のところの時は下向いてもらってもいいんですけど、そこら辺をちょっと意識してもらえるとイメージ締めるじゃないですか、顔周りっていうのは、だからそこら辺ちょっと注意してもらえないなっていうのがあるのと、あとは寝てるバージョン、はい、いやついつい寝ちゃいますよね。だってシャンプー終わって次に心地のいいドライヤーって寝ますよね。いや寝ますね、これは確実に。だからこそ、まあ、そこはもう美容師側からしても嬉しいところなんですよ、うん、ああもうリラックスしてくれてるなっていう感じがあるんですけど、はい、あまりにも揺れると、はい、こんな乾かせない。いやー、めっちゃの揺れと変わんないですよね。そうですよね、はい、だからまあできればちょっとねドライヤーの熱とか、まあ、美容師側もめっちゃ気をつけてるんですけど、はい、ちょっとだけ置きといてもらえます。嬉しいなっていうのは若干あります。僕もあれですよ、はい、まあ、他の美容師さんはちょっとどういうふうに思ってるか分かんないですけど、っていうふうにちょっと思いますね。はい、はい、で聞こえづらい、はい、めっちゃありますよね。ありますね、お互いですよね。お互い聞こえないから僕も黙ったりするんですよ、はい、もう無理やと思ってでもお客様が大きい声で話しかけてくれると全然こっちも大きい声いけるんですけど、はいはいはい、なんか聞いてもちっちゃっていう時とか、僕も聞くん、なんかね、2回聞くんちょっとあれなんで、まあ今回は美容師が聞こえないバージョンでやらせてもらったんですけど、はい、なんかそういうこともあるので、まあできればもう喋らない方。そうですね。結構適当に答えたりもしますよね。そうですね、とか、噛み合わない会話が、負の連鎖が続いていくと思う。できればもう、乾かしてる時喋らない方が、声が通る方同士だったら喋ってもいいけど、うんうん、あともう、2人でドライヤーされてるバージョンがもう最悪ですね。あ、最悪です。そこら辺もちょっと皆さん気をつけて、もらえたらなと思います。お客様はそういうふうに思ってるよってことですよね。で、ある程度乾いた時に、はい、髪質だったりとか色だったりとか、まあ、パーマかかってる時も大体そうなんですけど、はい、触る、触った、そう、まあ絶対触りたくなるんですよ。髪の毛の質が変わったっていうので触りたくなると思うんですけど、そうすると今回極端にね、はい、やってもらったんですけど、こっち乾かしてる時にいきなりこっち触られると、いや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 ってなるじゃないですか。乾かせないじゃないですか。反対乾かすとこっちが触るとかっていうことが結構無意識でやられる方が多いので、そこは美容師はちょっと待ってください、もうちょっとだけで乾くんで、その後存分に触ってもらったらいいんでっていうふうに思うんで、できればそういうふうにしてもらえたら嬉しいです。ついつい気になっちゃうと思うんですよね。ですよね。それはもう女性が良くなったと思ったらどんどん触りたくなるんですよ。はい。仕方がないです。で、最後、ブロー。はい。ブローもね、あれって難しいですよね。なんかその、委ねていいのか、ちょっとぐらい力入れた方がいいのか。そうですね、今回は、まだちょっとだいぶ委ねていただいたりとか、かなりあれなんですけど、あんまり委ねすぎると、まあ、すごい難しいんですけどね、ブローをしにくい。で、たるんだりするとあんまりツヤが出なかったりとかもするので、できればちょっとだけここら辺の位置から動かないぐらい力入れるのかちょっとわからないですけど、ちょっとこう自然にしておいてもらえたらすごく嬉しいなと思います、はい、奮発すぎも良くない、良くない良くない良くない、はい、良くないですけど、まあ程よい感じ、もう極端に今回やらせてもらったんですけど、どういったじゃないですかあれはちょっとやめていただければなと思うので、はい、その辺も加味してブローだったりとかはやっていただければなと思います、はい、ということで、こんな感じでお送りさせました。またブローとかでね、気になることがあったらまたコメント欄に書いていただければと思いますので、ぜひ教えてください。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。